ビッカース中戦車マーク2とはビッカースによって戦艦機に製造されたイギリスの中戦車である。中戦車マーク2はビッカース中戦車マーク I から派生したもので、未だ運用されていたマーク C 中戦車を代替するために開発された。量産と再生産は1925年から1934年まで行われた。本社は巡航戦車マーク I に代替され、 1939年から段階的に退役した。車両はビッカース中戦車、マーク、I からいくつかの改善が施されている。より丈の高い上部構造を設け、この前面に操縦手の視察装置をつける代わり、上部につけている。改良版の干渉装置は、走行スカートにより防護されている。また落下ムクラッチにより、初歩的な形ながら機械式のサーボコントロールが、 提供された。わずかに車重が増したことから、中戦車、マーク、I から速力がいくらか落ち、時速15マイルから13マイルとなった。マーク2は中戦車、マーク、I と同一の車体、変速装置を使用するが、新規の上部構造を持つ。マーク2は砲塔に合計4 7トルの3ポンド砲と4丁の機関銃を装備する。砲塔の後部には、 傾斜がつき、このため、機関銃によって、対空射撃が行えた。そこに2丁のビッカース銃機関銃が装備され、車体後方の両側面にも1丁ずつが装備された。ビッカース中戦車マーク2及びその前任であるビッカース中戦車マーク I は、少数のマーク V 戦車を代替した。両方の車両とも、1938年に、 段階的に退役し始めるまで王立戦車連隊が装備している。本社の最初の実戦投入は、イギリス領インド帝国北西の辺境、モーマンドにおける1935年、モーマンド作戦で2両が投入されている。1939年11月、パーシー・ホバート少将と彼の指揮下の起動師団による試験実施のため、数量の抽選者マーク。 2数がエジプトに送られている。しかし、エジプトでのビッカース抽選者もまた、1940年1月のイタリア戦線の前に段階的に退役した。抽選者は操縦手の初等教習用に使われた。1940年下期のドイツによるイギリス本土攻撃中、少数のこうした旧式車両が短い期間、最終駅した。動かない。 ビッカース中戦車が1940年9月のイタリアのエジプト侵攻に直面しているが、この侵攻の際に少なくとも一両がマルサマトルーフのイギリス軍陣地に統治下として地面に埋め込まれている。しかしドキュメンタリーウェイブル S300 では、砂漠の西部でグラツアー二式下のイタリア軍と戦う不評に先立ち、数両の中戦車マーク2に似た車両が見られる。これらの車両は、 ドキュメンタリーの35、28、35、37に映し出されるマーク2スペシャル。ボービントン戦車博物館のビッカース中戦車マーク2ビッカース中戦車マーク2は3両が世界に残存している。ありがとうございます。